道立帯広美術館で始まったのはチームラボ学ぶ未来の遊園地と花と共に生きる動物たちで、札幌以外では初めての開催です。自分が描いた魚が大きなスクリーンの中を泳ぎ回るなど、会場には最新のデジタル技術を使ったアトラクションが展示されています。手や物を置くと小人たちが興味を示し、そこに飛び乗ろうとするテーブルでは大勢の人がデジタル技術の面白さを体験していました。チームラボのイベントは9月1日まで開かれています。